はい、どうも、シェディでーす。レガイでーす。ヨットでーす。お願いします。はい、というわけでですね、本日、2022年12月31日ということで、はい、大晦日ですね。まあ、今年の総括というか、はい、1年をちょっと振り返ってみたいなと思います。で、その前にちょっとね、彼がね、アシスタント兼マネージャーとしてやってくれてたんですけど、はい、まあ、12月31日をもって契約終了ということで、はい、個人でやってくるらしいんですけども、まあ、それについても後で話したいと思います。はい、はい、最後の挨拶だよね。そうですね、はい、もうこれでもう見納めになると思います。初回TV の日ほどはというわけでね、2022年、はい、ちょっと1月からねちょっと振り返っていきたいんですよ。はいはい、まあ、2021年1月の動画といえばさ、やっぱさ、女子野球選手三上さんとのコラボ、うん、ありましたね。あったじゃないですか。そうですね、はい、で、あの1月の3日にもうね、前原スポーツさんでイベントをしたんですよ。はいはいはい、来年の4日後もあの1月3日また前原スポーツさんで、はい、来店イベントですね、ありますし、うん、すごいお得な、僕とじゃんけんをして勝ったらすごいこう割引できるみたいな。あ、去年俺が負けたやつか。負けたんだ。そういうのもねありますし、3000円以上買うとオリジナルの翔平 TV のプリントが入った公式ボールね、はい、もらえたりするんで。あれ見させてもらいましたけど、よかったですよね。限定100個なんですよ。限定100個、限定100個っすよ。やばいっす。そう、僕も亮平もヒロトも一応いるんでね。一応いるんで一応最後の余韻的な感じでいるんで、ね、最後のイベントみたいな。そう、いるので、はい、はい、会いに来てください。お願いします。お願いします。はい、2022年最初やっぱグローブ紹介が多かった。まあそうですね、冬だからなんか、そう、こちらの意図としてっていう意味で言っちゃうと、はい、やっぱ皆さん高校入学とか中学入学とか大体1月とか2月とかにグローブよく買うじゃないですか。そうなんですよ。そこで、まあ、ちょっと僕らも乗っかっちゃった部分もあるんですけど、そうですね、まあ、少しは皆さんのねお力添えできたのかなっていうのは。グローブってやっぱ今すごいめちゃめちゃあるじゃないですか、うん、本当に何種類あるか分かんないですよ。僕らもねぶっちゃけ大変なんですよ、紹介するのが多すぎて。そう、特徴ね、一個一個のやっぱ特徴も違うし思いも違うし、それについて話すのがすごい大変っていうか、まあ僕グローブ紹介してないんですけど彼らがねすごいやってくれてるんですけど、最後の方は話すことなくなって掴んだら話さないっていう。そうそう、掴んだら話さない。どのグローブでもなんか掴んだら話さないっていう意味でボナーズにいじられてましたから2月ぐらいかな、僕が活動休止しますみたいな。ありましたね。ちょっと体調がめっちゃ悪くなってちょっと休みたいなと思って、で、ほんと1ヶ月後ぐらいに復活せざるを得なくなる状況になって、まあ、そうですね。その時についてどうすか。その時についてはもう、まあ、どうすか。でも僕の管理不足でもあったなっていう。いや、完全に自分ですよ。やっとけよって言って動画消されたからな。そうですよ、そのね、昼間に撮影したやつを夕方にはもう全部消してて、ね、フォーマットごと消してて、もう復元無理みたいななってて、悲しかったですね。もうダメだこれやって、もうそれが結構あったんですよ、続いててね。で、まあ、大井君と相談したら復活した方がいいんじゃないですかつって。そうですね、復活しましょうってなって復活したんですけど、まあ、正直その活動休止をするっていうので、活動休止してる報告をしないと取材の話が結構来ちゃうんですよね。はいはい、なのでちょっと一回こう公でこうちょっと休みますっていうふうに言って意図でしたんですけど、まあ、その間はちょっと自分の普段できないこととか、太りすぎたんでね、ダイエットもしようかなと思ったり。結果は結果が変わらずいや、痩せる段階になるこう瞬間にもう復活しますってなったんで、やらかしました。無理でしたけど、来年はねちょっと やろうかなと思って、来年は活動休止と言わずにこっそりやろうと思います。まあ、こっそりね、はい、こっそりやるって言ったってもうこっそり言っちゃってるからダメかもしれないけど、秘密がバレるみたいな。でも今3桁行っちゃったんで、はい、3桁ちょっとこう戻して、はい、80キロ台目指して頑張ろうかなっていうのはあります。あとはやっぱ室内練習場、狭山にね、ST スポーツさんっていう、こう室内練習場ができたっていうのがやっぱ大きいかな。はい、うん、大きいっす。やっぱ寒い時も暑い時もそこで撮影できますし、やっぱり何より応援してくださってるその運営の方々もがいらっしゃるっていうのが一番でかいかな。協力的にいろいろ使わせていただいてね、まあいろんなコラボも今までしましたし、大井くんもちょっと俺黙ってたんだけど、室内練習場があることを、それをちょっとこう誰かが言っちゃってすげえ使い出しちゃったんで、見ていくとね、はい、やっぱ室内練習場の撮影が異常に多い。まあ、雨の日とかも結構使ったりしますからね。そうだね。で、広くないから効率よく撮影はできるなっていう。そうだね、確かに、うん、そんな中で消したやつもいるけど、室内練習場とグローブ紹介と、あとこう自分らのチームの試合と、うん、そうですね、なんか翔平図の試合とかが結構メインになってるかな、うん、あとはショップ撮影がちょろちょろあったり、自分がいない間にね、いろんな翔平図メンバーと撮影してくれてたりね、ね、なんかいろいろ本当にほとんど週5でアップして、
で途中からはもう毎日だったり、ショート毎日だったり、ショート毎日の通常が週5とか週6とか、はい、その祝日とかも含めて結構頑張って、あのおかげさまで翔平TV が始まってから全部累計して今1000本突破しました。投稿動画ありがとうございます。ありがとうございます。しかも今もう1100本いってるから、多分1100だよ。もうショートの1000いったイエーイだって、もうだから1100いってるから、まあ、いつの間にか1100いってる。強いと思う。それはもう僕一人じゃ本当無理だし、本当この2人には本当感謝してますし、アシスタント兼マネージャーはもう卒業ってことで、一人でできるじゃないですか編集も ね、 すげえスパルタで、もう俺の拳が何回こう彼の顔にこう、ね、拳でいったかっていう、すごい。あと肘もかな、こうやってあんま触らないようにこうやってハイタッチみたいなあれで、はいはいはい、ここでね、まあそんな感じで、まあ1年間いろいろありましたし、ジャイキリとも出会えたし、新しい人とも出会えたし、また2023年もね、すごくいいなんか出会いといい環境でできたらなっていうのもあります。まあその来年に関しての目標はまた来年の動画で上がると思いますので、チェックお願いします。というわけでね、まあ彼が今日で終わりっていうことで一言お願いします。これまでの1年間アシスタント兼マネージャーとして頑張ってきたんですけど、本当にいろんな撮影方法やカメラアングルの勉強とか、あと編集の仕方をたくさん学んできたので、これからは本当に一人で編集の作業を頑張っていきたいと思うので、応援お願いします。一番印象に残ったことはやっぱ自分の中でもやっぱ動画消したことなので、まあそれを忘れずにこれからも継続して編集や撮影やら一人で頑張っていきたいと思います。一番辛かったことは、まあ、一番辛かったことも辛かったこと笑ってんじゃねえよ一番辛かったこと一番辛かったことはやっぱ動画消しちゃったこと。いや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 、同じじゃねえかよ。もっと他やそれが、そ2月しかねえ、2月の思い出じゃん、そこだけじゃん。もうやっぱ編集、試合動画ちょっと編集してるんですけど、そこら辺がほんと長くて、試合動画ってそこら辺がやっぱきつかったかなって感じですね。しかもまあ仕事、社会人になって、まあ、残業も増えつつ編集もやりながらなので、まあ、結構大変だったと思います。それをまあしながら、まあ、仕事をやり続けてやってたお二方は本当すごいので、ここら辺をずっと見習っていきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあこれからはもう本当に一人で独立して頑張っていきますので、翔平 TV チャンネル登録している方と自分の個人チャンネルの方は、まあ、多分1月の初めの方からスタートしていくので、ぜひよろしくお願いします。どういう動画あげるんですか。基本的には野球なんですけど、やっぱ自分って食べることが大好きなので、食べる動画も上げていきたいかなと思います。野球関係ねえ食トレ動画。食トレですね。やっぱ、まあ、打つためにやっぱ食トレ大事なので頑張っていきたいと思います。はい、というわけでね、ひろと君もこれからも頑張っていくということなんで、ぜひとも応援してあげてください。お願いします。お願いします。まあ登録はしなくていいんでまあ僕らのお店って、まあ、ショーヘイズね、まだまだ多分参加してくれるし、はい、ラガーズもね、これからもね、副キャプテンとしてね。そうですね、来年副キャプテンを襲名したらしいからね。就任ね。あ、就任自分から言ったんですよ。そう、こいつが襲名って言ったんだからバカが悪い。動画界でね、はい、襲名って言ったんだから、みんなええー、みたいな。就任したからね、はい、人一倍こう気配りをして声を出してね、引っ張っていかなきゃいけない、はい、黙ってっちゃダメ。そうですね、キャプテンとして、はい、それを意識して頑張ってください。はい、というわけで2022年、大変お世話になりました。お世話になりました。はい、翔平 TV、 そしてヒロト、今後ともよろしくお願いします。それでは良いお年を。良いお年を。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。